さて東海オンエアが東海ラジオからオンエア新コーナーですかねこのコーナーやっちゃいます、はい、これって私だけ3マゴで見てるコーナー始まりました <laughs> 新コーナー新コ、はいえーナーだ今回ねリスナーの皆さんからのねこれって私だけなのかしらというメッセージをね送っていただいてです、ね、東海の3人が、はあ、なんとそれに共感できるか判定させていただきたいと思いますそして、ね、見事3人とも共感できなかった オンリーワンの人には世界に一つだけのオンリーワンな称号を夢丸が考案ということでね今後ラグジオネームにつけなければならないということ、ねはい、になります。いねいいのか悪い,いのか、はい、これはですね何ともかわいいコーナーでございますねだから俺たちは共感できちゃったらダメなんですよね。うん、<laughs> まあでもこれは正直にです、ね、うということでまあ早速やっていきましょうか、はい、どんなコーナーでも、ね、やってみんことにはということですからね。ハス、うんえー、メガネさん これが私だけのことなのか少し気になりお便りいたしました、うん、彼氏によく同じものを続けて食べれるなと言われます私気に入ったものを何日も続けて食べることは可能なのですが周りも同じだと思っていたのですがどうなのでしょうかサニーの意見聞いてみたいです同じものを食べれるか,か、ね、同じものを食べ続けられるかです、ね、どれくらいの話なんだろうね <laughs> まあだから三日じゃないじゃん仮に三<ー>日か、うん、いやもっと行くんじゃない一週間じゃない 一週間同じもの食べ続けられるか。ってこと?。三食だよね。まあ、三食、うん、そうね。まあ、自分のすごく大好物とかでもいいですけどね。大好物。大好物ね。ちなみに、僕は全然無理です。だから、共感できないね。僕も嫌です。多分いけるんだよね、俺。やったことないけどね。いけちゃうと思う。いや、僕、マジで無理なんだよ。マジではないな、俺、動画なら余裕でできる。 あまあ、動画ならねまあ動,画な動画あったらやるけど動画動画じゃなくても多分俺あるもん普通に3食あそれは分からん,もん<う>すごな何でな何でやったのえだからあったのは麺類とかでいっちゃった俺は醤油ラーメン醤油ラーメン醤油ラーメンみたいないやなんかそうんかまあそれはねギリまだいいのかもしんないけど、うん、僕一番嫌なのは鍋とかをさこうどっさり作るじゃん、うんうん、うわどっさりだなって言って 食べきれずに、それが次の日の昼ご飯とかにこう持ち越された時に、なんか、うん。昨日あんなに美味しかったのに、なんか次の日の昼になると、クストテンション下がる。んで、うわ、今日の昼ご飯これかいっていう。<laughs> <laughs> あ、ええ、ツでもダメなんだ。あ、でも、そういうのいける、カレーがいつもだって大量に作って、何日か一緒に作っちゃうかも。 ああま,あまあカレーはね,とかねギリ寝かせたらどうのこうのみたいなのはあるけど、えー、おでんとかもまあ全然無理おでんはそれあります僕結構あだから俺いけちゃうかもしれないいけるんだまあや,やらんよ普通に、うん、プライベートでやったことないけど、うん、いけるかどうかわからんけどでもいけちゃうんだろうなう俺嫌なんだよなでも嫌ぐらいだな3日ならまあ許すけど結構僕残り物とか大嫌いだからへえ<ー>僕あの炊飯器のお米ですら嫌だ ああでもなんか俺実家にいた時はちょっと抵抗あったそれでも自分で作るようになってからはんかあまあ自分で作ったし分かるわ出来たてじゃないと切れるってこといや言葉を選ばずに言えばそうかもねえの一回残ってラップして冷蔵庫にそれでチンしてはいっていうのちょっといや別に切れないけどめっちゃがっかりするね

違う,んだ違うんだねへ<ー>そうなんだそそんでまあ俺ももう若くねえからなあって言ってそのイオンの下のね高島屋で肉買いに行くやん、うんうん、そんであのこもう一枚一枚こういうシートでさくる舞わて肉あでしょで一番いいやつ酒牛甘いなってこれを僕は5枚とか、ね、10枚とか買う財力はもちろんある、うん、だけど「甘いなお前これどうせ俺2枚とかしか食えないからこれは2枚でいい」と。 うん、<ー>そしてもうただのもうちょっと安い油が入ってないみたいなやつを3枚だから2枚と3枚でこう1人5枚で十分だろうと思ったわけよ。おで,、ね、でその妻の分も同じだけ買ってね、うん、そんで「はっはっはこれが成長だぞ」と思って食べ始めたわけね。で1個目の松柿を食べるじゃん、うん、でこう次こっちの松柿じゃない方の肉食べけやんそれでも食えんくなって。はいはやっ ふっっってなっちゃたマジかつまり全部あげるって言ったんだけど妻もそんなにおいを食えんってなんだから、うん、めちゃくちゃ肉残っちゃってただなもうこれをこのペラペラの肉をなんか冷凍しとくんかと思ってしかもああ,あ,あいうとこで買うのってもうなんかちゃんとパックに入れてとかじゃなくてな紙で包んでみたいな感じじゃんなんだこれと思って。 一旦もう全部すき焼きにしちゃおうと思って<ー>すき焼き焼丼みたいにできるようにもう肉刻んじゃってご飯の上にのっけれるようにその全部やっちゃってそれがもうこんもりできたのよ<ー>、うん、ほんでそれをね年式しぶしぶ食い続けたんだけどいやーがっかりだったかもううまくねえなって <laughs> 本当にそんないい肉使って言いないそのアレンジ加えたらより俺いけちゃうわええー、あっ なるほどねスタイル変えるタイプスタイル変わってるからより許せるわだから僕は残さないように作る量考えなきゃなっていう意味ですけどねあちょうどね自分の合う料理ねでも正食じゃむずそうだねそうなんだよねだって普通に一人前だと多いでしょ自分が食える量が分からないよね思ってたより少ないんだよねそうだよね僕嫌だなと思いながら残しちゃうこともあるからだから嫌なのかもねめっちゃ残っちゃうからなるほどね 料理は上手になりそうだね。本当にね。<laughs> そう、決めたけ考えて。いろんなものを作りながらってなると。偉いです。うん、はい。ということで。はい、えー。ならずですね。ならずですね。ええー、続いて、君はスパークリングさん。はい。えー、私は。すべてのものの匂いを嗅いでしまいます。食べ物はもちろん、服やタオル、本などの匂いも嗅いでしまいます。自分自身、嗅覚が敏感なのか、些細な匂いでも気になってしまうことがあります。皆さんはこのようなことはありません。か。 うんもうこれも僕はないですね。僕もないですね。何でも家具はちょっとよくわかんない。これ僕もないですね。アオリワン。うん。はい。何でも家具はないね。うん。もう共感できない共感できない。あだからこれこの人勝ちなんだ。アオリワン。うん。アオリワン。オンリーワン。結構でも絶妙なところついた気がするな。椅子をめっそうだね。別にめちゃくちゃ変なわけでもないけど、うん。でもこの三人には。 いなかった、ね、なんかもう俺はもう匂いというものに恐怖心を覚えちゃってるから <laughs> あ無理だと思ったらもう絶対にもうそこからも近づかない,いやもちろんなんかその臭そうとかいい匂いそうっていうものは鍵食うけど、うん、なんか <laughs> 臭そうも鍵えなん,かいんかわかんか分かるそのふ服とかさめちゃめちゃ汗かいた時の服とかさうわっうん <laughs> <laughs>、ね、洗濯機に入れる前に <laughs> そういうのはそういうのね、うん 水を買って開けて匂い嗅いでから飲むってことだもんねそういなことでそういうことかあるよねそれはねやばいね尿嗅ぐなって感じうんまあでもこれ楽しんでやってるってことなのかなこの匂いをいやもう楽しみとかじゃないでしょ癖なんだだからこれね失礼にならなければいいですからそうでねいろんな人に見られてあまた嗅いでるわ この人と思われたら。他の人のもの匂いの匂い嗅ぐとかちょっと嫌じゃないですね。それは。おしぼりの匂い嗅いじゃうんだよね。俺。えきもいわ。臭っここ。でも、あるあるある。おしぼりなんなに、あんなにさ、店によって匂い違う。確かに。だかそれを見つけるために。まず、こうやって嗅いで、あ、臭いから、これ、ふかんのこ。うん、確かにあるわ。手、それ一回拭いてさ。なんで、俺って、こんない おしぼりだ。あるある。生皮の匂いになってて。あ、おしぼりってだってさ、あれ業者がやってんでしょう。いや個人でもあるんだ。個人でもあるんだ。うへえ。いやすごいですね。オンリーワンでした。はい。夢丸さんそんな油断してるけど。油断してましたね。はい。夢丸さん勝負ですか。君はスパークリングくんね。の君はスパークリングの前に付く称号です。ま前にというかまあ任せますけど、君はスパークリングさんに称号を与えて。勝負与えるならね。はい。ええじゃ。 えーまあ、これからも、まあ、嗅ぎ続けてほしいというので、えー、花オンリーワンじゃねえだろ <laughs> それめちゃくちゃ一般単語じゃんもう「花」というね証拠、はい、を与えますはいわ <laughs>、はい、かりました、えー、続いてまいりましょう妖怪花毛大魔さん、えー、私が最近これと私だけと思ったことは一人暮らしの自宅で「 デカめの独り言を言うことですと言っても足をぶつけて痛いっていうとかご飯を食べて美味しいっていうとかそんなレベルではありません、まあ、私はまずお風呂入ってから動画見て寝るかその前に明日の準備しなきゃ服考えて荷物用意してまあとりあえずトイ行こうトイレこの文章を喋っていますしかも人に話しかけるくらいの声量です同じく一人暮らしをしている友達3人間に聞いてみても <laughs> <laughs> 一単語くらいの独り言はみんな言うようですが文章を喋るのはお前だけだと突っぱねられてしまいましたこれって私だけですかね そうじゃない？うん、そうだと思いますよ。はい、ないですね。ないです。ないワンいやまあそのワン単語あるよね。その麻雀とかしててさ、そういうところはあるけどね。でもどうするどうするってことでしょ？ないないない。哲也ちょっと言ってるイメージなんだけど。確かに。えちょっと待って今日のやつ哲也入りすぎじゃない？同じやつ確かに。哲也ってねの位置が哲也だったら全然オンリーワンじゃないもんあそういうジャンの人がいるんだ。 <laughs> 確かになんかまねできないけどなんか言ってるよな、ね、言ってるぞやれやれみたいな言てるのとかさちょっと強化版なねその哲也の感じのでもこれ機嫌いいんだよね多分ね<ー>機嫌悪い時に一人言わなそうじゃない多分自分でコントロールできてんだろうねこの、うん、幸せそうと思うけど、うん、いいですねホンに、うん、いやーオンリーワンでしたねオンリーワンいやでもいいなんか キモいけどさ、一人一人言ってるの、うんうん、なんか素敵なことじゃない？<laughs> うまっ,って言ってるのに、誰が不幸になんのっていう、可愛、うん、い,いであるね。あ,ーにねあのー。 いだからすごいさ、静かのことで、こうでわーってなっちゃったら、ちょっと怖いけどさ。まあ、こうやって家でやってたらね。お、なんかおもろいやつだな。なんとか言おうかな、もう一人ぐらい。確かにな。おもろいな。いい個性だな。いや、いいですね。ちょっとほっこりする個性でした。はい。いや、ほっこりしてる場合じゃないですよ。だから。あ、称号ですね。え、これなんて名前でしたっけ。妖怪花毛大魔神。え、妖怪花毛大魔神さんへの称号です。一人漫談家。うん。 一人漫談家というね勝負を与えましたはい、はい、嬉しいですね、はいえー、続いて脱力レディさん <laughs>、えー、バンドマンのイベントでサイン会とかがありインパクトあるやつを持っていくのですが過去に任天堂スイッチの裏面にサインを書いてもらった時に周りの人にえマジと思われたことがありますこれって私だけなんでしょうかぜひ教えてください いやこれはね別にですよ <laughs>、うん、まあ意外となんかいろんなものに書いてる気がするもそれは格目線だと我々は,は格側だからね、うん、いやまあスイッチもんならある気がするしなある気がするなまあオンリーワンではないですねまあ少なくともね何があったかなあんまり記憶できないんだよな まあ一番多いのはでもスマホケースじゃん。えー、スマホケース終わったものってなると、<laughs> スマホとかね、そのパソコンにかけって言われることもあるしね。ただあ、ねあのアイフォンかけないんだよね。そうなんだよね。弾いちゃうんだよね,ね、うん、レシートの裏とかありますけどね。ああまあでも紙だしねあれね。また、あ、体にも書いたことあるよね。あれな。当然。はいは,いはい、あ車はあるか車は車はえっとあるある中だけどバコって開けてそのダッシュボードだっけ、ね、みたいなとこに書いたことあるな。 スニーカーとか。スニーカーはないから。二人ある。へえ。あとシンプルに今着てる服が一番困るよな。書きにくさ。的に書きにくさ的にもだし。こう男だったら、女の子はめっちゃちょっと気使うから、なんか。まあ、書きづらいよな、あれ。まあ、そうですね。まあ、でもね、そんだけ。なんか大事なものを差し出してもいいという。気力を感じるのでね。嬉しいです。そうだね。うん。脱力でディさんは。 もらえないと普通でした。うん。う負なしでございました。はいはい、えー。それではね、こう判定をね、あのー、こう我々してきたわけでございますけれども、湯原、うん、さんこちらのコーナーの方の判定をしていただきたいですね。はいはい。はい、こちらのコーナー。ボツ！ボツ <laughs> か。<laughs> いや厳しいですよ湯原さんはや,、ね、やっぱさすがにね、うん、これって私だけですかっていうのは、うん、何個も続くと。うん なんかちょっとなんか俺なんかちょっとムカついてきちゃうな。何より耳ま累が証拠つけるのむずすぎる。じゃあこれはボツになっちゃったということであのあの二人だけに証拠が与えられた前にも後にもあんま増やしてもよくないから証拠なん一二個でいいんだよ。なんかまああのタイミングでお願いします。とりあえずレギュラーリーはならないですね。はいじゃあ二軍で頑張っていただきたいですね。以上これって私だけでした。